リバーブというよりはもう楽器ですね、一つの。アースクエイカーデバイセスのアストラルデスティニーという、これはリバーブなんですが、うん、ただのリバーブじゃないですよね。楽器みたいですね、これだけで。一応説明すると、オクターブが入りながらモジュレーションもかかることで不思議なリバーブ音が出るという、うん、つまみ次第ではもういろんな音が出るんで、まだちょっと把握しきれてないぐらいで。今8つモードを順番に弾いてもらいましたけど、はい、どれが印象に残りました？最初に弾いたやつ、これは普通のリバーブだと思うんですけど、アビスっていうやつですね。アビス、うん、長さの掛け具合とミックス具合、あとはここをデプスレートでモジュレーションかけてやるだけでも結構いろんな音色作れるなっていう。あとは最後にやってコスモスってやつも良かったです。5度の音かなが鳴ってて、まあ、フレーズはねなかなか考えないといけないかなと思うんですけど、やりがいがあるというか面白そうだなと思いました。左下にあるストレッチというスイッチを使っていろいろデモンストレーションしていただきましたが、はい、これ要はレングスで設定したリバーブの長さよりもだいぶタイムが長くなって、それに伴ってピッチまで下がってしまうという謎のスイッチ、長押しするとそれがこう続いて
どんどんフィードバックしてくる感じであって、どう使おうって感じでいろんな想像ができますよね。アーミングとも違うし、ワーミーのようなピッチシフターのペダルともまた違うし、またさらにこうね、そのモジュレーションも入ってるっていう具合で、まあ、割と変態的なこともできるのかなっていうのは感じました。ここで無茶振りすると、大橋さんだったらどんな音楽で使いますか？ギター1本で、すごいシンプルなアルペジオにこういうのを足してあげて踏んでやるような曲、 BGM 的な絵が浮かぶ感じの、みたいなと思いましたね。そして大橋さん、今のデモ演に関しては、オンオフ、これアクティベートスイッチっていう名前になってますが、はい、それをオフった時に、リバーブの音がバサッと消えるようなモードにして、その方がなんか面白かったから、なんかそうですね、これで伸ばした音をこれでバサッと切るみたいな感じでちょっとやってみたんですけど、モードで変えれるんですよね、これが。そうですね、トレイルモードといって、リバーブ音がオフにしても最後まで続くような設定もできると、まあ自分がどういう用途で使いたいのかなとかで変わってくるとは思うんですけど、両方選択できるっていうのはやっぱ強いですよね。今アンプの線取りターンにこのペダルを挟み込んで、で歪みの音で弾いていただきましたが、アンプで歪ませてウェットな感じでミックス多めにして混ぜて弾いてみたんですけど、歪みでもよく合うなっていう、モジュレーションがねすごいいいですよね、程よくかかってて、どんなジャンルですかね、合うのは。なんか曲の中で使うっていうよりはやっぱりギターだけの時の方がこのエフェクターの良さというか、楽器みたいな感じなんで、せっかくだったらその残響音も聞こえた方がいいと思うんで、例えばなんか間奏でギターだけになってこれオンにしてとかやってもかっこいいかなっていうのは思いました。じゃあ最後に、さっきほどまでのデモ演奏は割とつまみ固定でやっていただいたので、なんか弾きながら ね、ちょっと回しながら音の変化をやってみようかなと。